ネット被害で困った時に消費者ホットラインの188のイヤイヤにかけるか、もう一つはサイバー犯罪の相談窓口というのがあるので、こちらにかける方法があります。こちらにちょっとかけてみましょう。電話。こちらは警視庁サイバー犯罪対策課の相談窓口です。はい。案内する内容は警視庁ホームページにも掲載しています。緊急の事件事故に関することは110番通報をしてください。被害の届け出をご希望の方は最寄りの警察署にご連絡ください。情報提供は警視庁ホームページで受け付けています。東京都にお住まいの方は1を、それ以外の方は2をダイヤルしてください。1、不当な料金請求については1を、不審なメールについては2を、商品が届かないことについては3を、ネットの書き込みについては4を、フィッシングについては5を、アカウントの不正利用については6を、その他の相談の方は7をダイヤルしてください。これもう一度聞きたくなりますよね。商品のこと確認できません。3押してみましょう。不当な料金請求については1を、不審なメールについては2を、商品が届かないことについては3を、ネットの書き込みについては4を、フィッシングについては5を、アカウントの不正利用については6を、その他の相談の方は7をダイヤルしてください。3、インターネットオークションや個人売買のトラブルについては1を、通信販売サイトのトラブルについては2を、戻る場合は0をダイヤルしてください。担当者へ電話をおつなぎします。しばらくお待ちください。申し訳ございません。現在担当者が電話中のためお取り次ぎできません。しばらくしてからもう一度おかけ直しください。ということですね。相談はできなかったんですが、こちらでかければ、お話がしていただけるという番号でした。